はい、では次にですね、その1ワードの子息演算を行うために、まずはその多倍長数を格納するワード、メモリへの格納の仕方、それからそれに必要なメモリのワード数っていうのを見ていきましたけれども、次にその多倍長数の計算を行うために必要なその CPU の機構ですね。結局多倍長数の演算、多倍長数の演算っていうのは結局1ワードの子息演算の繰り返しで行いますので、まずはその1ワードの子息演算を行うためのその CPU の機構について少し触れておきます。で、この CPU にはいろいろな働きをする部分がさらにこう部品に分かれているわけですけれども、今回我々が注目するその1ワードの子息演算を行うための CPU の機構として2つあります。1つはレジスターと呼ばれるもので、でもう1つは ALU と呼ばれる部品です。で、ALU というのは、アリスメティックロジックユニットという英語の頭文字なんですけれども、日本語ですと算術論理演算ユニットというふうに呼ばれます。で、次以下ではこのそれぞれの機構の紹介をちょっとしておきます。まずレジスターですけれども、これはまず CPU 内でその情報、すなわちこのビット列を保持するメモリです。で、少量、数量は少ないですけれども、極めて高速にこうアクセスできます。で、そのレジスターですけれども、さらに2つに分かれております。1つは汎用レジスターと呼ばれるもので、これは演算対象や演算結果をのデータを保持するものです。で、もう1つは、状態レジスターですとか、あとテキストですと補助演算装置と呼ばれる機構でして、でこれはCPU の その演算に伴うさまざまな内部状態を保持すると、そういうレジスターです。で、そのさまざまな内部状態というのはどういう状態があるのかということなんですけれども、いくつかありますが、今回の子息演算で利用するのは、桁上がりの発生を示す状態ですね。これは例えば、その1ワードの 1ワードの2つの数の演算を行ったときに、その最上位ワードから繰り上がりが発生してしまったというような状況がありえます。そうすると、それは繰り上がりが発生したということは、その分1ビットの情報がその1ワードの内部の情報から漏れてしまうということを意味しますから、状況によってはこう適切に何らかの対応を行う必要があります。で、そういう状況が起こったということをCPU 内で知る、もし検出する、もしくは知らせるというのが、今回使う桁上がりの発生を示す状態をですね、この状態レジスターから知るというようなことが行われます。それからもう一つの ALU の方なんですけれども、これはですね、そのレジスターやメモリからそのデータを呼び出して、子息演算や論理演算を行う回路です。ですので、CPU は本質的には子息演算とか論理演算、数に対する子息演算や論理演算しかできないという話を、以前の授業でしましたけれども、その演算を行うのがこの ALU と呼ばれる回路です。そしてその計算結果を再びレジスタやメモリに格納していきます。またその CPU の新たな状態ですね、これは先ほど言ったようにその ALU で2つのワードの加算を行いました。加算を行った結果、そのワードから桁上がりが繰り上がりに生じましたといったような、そういう状態の変化を状態レジスタに書き込むということもこの ALU が行います。で、CPU というのはいろいろありまして、大きな計算機、それからパソコン、それから携帯電話のような組み込み機器などで使われておりますけれども、こういったその CPU のいろいろな仕様がですね、各 CPU を作っている会社から公開されております。で、今回スライドの資料に載せたのは、この東芝の組み込み用 CPU の例でして、で、下の方にちっちゃくURL が書いてますけれども、一応こちらから興味のある人は、この CPU のいろんな説明、仕様を見ることができます。
で、この仕様の中にはこの CPU のですね、まあ、ブロックダイアグラムといって、まあ、大まかな構成図が資料の中にあるんですけれども、まあ、その中に、今説明しました例えば汎用レジスタですね、このレジスタっていうのがまずここにあります。この右上の箱がいくつか集まった部分はこの汎用レジスタと呼ばれる部分です。それから、レジスタの中でもその状態レジスタ、もしくはプログラムステータスワードと呼ばれる特殊なレジスタがまあこの部分にあったりします。それから AU がその状態レジスタの左側に位置すると、まあ、こういう形で今紹介しましたレジスタや ALU がですね、CPU の中であるということが分かります。ということで、まずその今回の多倍長の数の加算に必要な CPU の機構ですね、レジスタと ALU の説明をしておきました。で、まあ、これを踏まえて、その1ワードの符号なし整数2個の加算について見ていきたいと思います。でこれがですね、その1ワードの符号なし整数2個の加算を、まあ、図で表したものなんですけれども、ここにはですね、X と Y という2つのワードがあると思ってください。まあ、メモリの箱ですね、それぞれ1ワード N ビットの箱が2個ありますというわけです。でここでその、まあ、足し算を行いますので、まあ、メモリの箱といっても基本的にはこれ数の実態はこれ2進数を並べたものですから、我々が10進数の足し算を筆算でやると同じようなことをこう2進数でここで筆算でやればよいということになります。でその各桁の演算を行った結果をこの下の方にありますこの Z というワードに格納することにします。そして仮にですね、この2つの1ワードの整数の加算を行いまして、この最上位の N-1 ビットの桁でから繰り上がりに生じた場合、この繰り上がりに生じた場合はその繰り上がったその1の値をここにあります状態レジスタ、ここでは変数ガンマというふうに表していますけれども、このガンマに代入することにします。ここまでいいでしょうかね。それでじゃあ実際にこの X を表すワードの数とそれから Y で表されたワードの数、X と Y ですね、数値 X と Y、それぞれこの左側の箱に入っています X と Y を加えまして、まあ、Z になりましたと。で、もし桁繰り上がりがあれば、その1がこのガンマに入りますということを表しますと、一応これ整数の演算で書きますと、これは X プラス Y が Z プラスガンマかける2の N 乗と表されたことになります。ここまでいいですかね。で、こういった形で、その、まあ、演算が行われたのをですね、一応、メモリの形式だと、X プラス Y の結果を Z ですね、これはメモリ、レジスタの Z と、それからこの状態レジスタのガンマ、この組に代入しますというふうに、今後表すことにします。まずはこれが1ワードの加算ですので、これを繰り返すことで今度は多倍長数の加算を行うということになります。で今度はこれをですね、その長さ K ワードの多倍長整数の加算に使うというわけですね。多倍長整数はそれぞれ A と B というふうに表されておりまして、で A がこの上の数ですね、このワードでいうと A の0から A の K-1 で表せておりますと。それから整数 B の方は同じく B の0から B の K-1 でこのように表せておりますと。でその加算を行うということになりますと、基本的にはその各ワードごとに加算を行うわけですね。まず最下位のワードから加算を行いましょうということで、まあ、A の0と B の0を加えた結果がまあ、まず C の0というワードに代入されます。そして、もし繰り上がりが発生していましたら、この繰り上がりがそのガンマ1という、状態レジスタに代入されると。で、次の桁はですね、A の1のワードと B の1のワードの加算が行われて、まあ、これに C の1、この結果が C の1のワードに代入されるんですけれども、この時点で、この1個下のワードからの繰り上がり、ガンマ1があれば、それがこの C の1に加えられるという形になります。そしてこの C の1のワードで繰り上がりが発生していれば、その繰り上がりの情報はこの
繰り上がり情報、すなわち1っていうビットがこのガンマ2に代入されるという形になりまして、まあ、見ていきますと、その、まあ、受信数の筆算と全く同じことをやってるんですけれども、まあ、こういうことの繰り返しを行って、最終的に最上位の桁を表すワードでの演算を行って、その繰り上がりをガンマの K という状態でレジスタに代入するというところまでいきます。で、今の演算をですね、まあ、数式で表したのがこちらなんですけれども、まあ、A と B がそれぞれこういうワードの構成で表されておりまして、まあ、それに対して計算結果ですね、この C を得たいということになるわけです。で、今度はここからはですね、そのじゃこの A と B で表されたこの多倍長数からこの多倍長数 C を得るための手順をですね、アルゴリズムの形で構成していきたいと思います。